あ、ここカナタンの家だ。カナタンの家の裏に作ったろ。ちょっとバレた、バレた。カナタンにバレた。 I'm sorry。 見られた。デレ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 デデリリンデリンデリンデレデデ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 。あー、バレた。あ、あ、あ、いや、ちょっとかな、でも可愛いな。決していたずらしていたわけで、めっちゃ口から人参生えてる。めっちゃカナタン可愛いんだけど。見て、こんなに可愛い。可愛い。いや、お前がじゃ。カナタン、青色のカーペットがいいね。カナタン、水色の羊毛か、カーペット持ってる。これはカナタンなさそうかな。ちょっと、羊毛工場行ってこよう。やっぱさ、カナタンの家の前に置くんだったら、カナタンのさ、なんかイメージカラーにしたいじゃん。やっぱ水色かな。いや、カナタンは優しいからね。作ってくれた。私の無茶ぶりに答えた、作ってくれた。すまねえ、カナタン、ありがとう。勝手に、カナタンの家の裏に勝手に電球を設置して、勝手に物を請求して、勝手にそして、補充しに行くっていう。ゴミかよ、マジで。最悪じゃねえか、私。いいじゃん。今、いつ、じ、探してる。あ、足りた!カナタン足りた!ありがとう!カナタンの家の裏、見て見て。あ、明かりついたねー。いや、時計置きたいね、やっぱり。ちょっと時計だけちょっとセルフで。カナタンが来る前に、早く。ここには時計をはめてください。時計は自作してくださいって。間に合うかな。ちょっとカナタンが来る前に家に戻って金があるかを確認して。いや、さっきなかったんだよ。さっきなかったけど、一応なんかダメ元でもう一回見に行こう。もうなかったらしょうがないから、あのフグ代わりに、ちょっと代わりにカナタン時計とか持ってる?もしくは金。金。いや、金が必要になる日が来るなんて思ってなかったもん、マジで。とりあえず戻ろう。フグを代わりに、このフグをカナタンに。時計の代わり。このフグは朝が来たからって別に何かあるわけではないんですけど、じゃがいもでもいい。このフグは時計の代わりです。金がなかったのです。あるんかい。これで時計が作れるぞ。私なんかもう金なんか、いや金いつ使うねんっつって、なんか全部捨ててくる。全部ダイヤ掘るとき全部金捨ててしまうから、こんなに金持ってる人初めて見た。この天使すごない?これを持っていって、一個使って、余ったやつと、レッドストーンおまけにあげる。それでカナタンも時計が作れるで。まあ、あるだろうけどね、レッドストーン。なんかこれはこれで可愛いんだが。時計付き街灯だよ。カナタン
カラーにしときました。泣いてもいいですか？イケメンに涙は似合わないよ。笑ってて。マジ可愛いな、かなた。可愛すぎる。オーケー、いいね。しかもあれ裏口なんだよな。かなたあれ裏口なんだよな、確か。あれこっち？こっちが正面なんだよ。かなた家の裏口に街灯があるっていう。何も突っ込んでないんだけど、裏口なんだよな。